LED ライトの発行を用いたハローワールドの表示ハローワールドは画面にハローワールドやそれに類する文字列を表示するプログラムの通称である。多くのプログラミング言語において非常に単純なプログラムであり、プログラミング言語の入門書でプログラムを動かすためのプログラミング言語の基本文法の解説例として提示される。ハロー・ワールドは 伝統的にプログラミング言語をプログラム初心者に紹介するために使われる。また、ハローワールドはプログラミング言語が正しくインストールされていること、およびプログラミング言語の使用方法を理解するための健全性テストにも使用される。プログラミング言語 C では、初めに新しいプログラミング言語を学ぶ唯一の道は、 それでプログラムを書いてみることであるとの考えが示され、プログラムを入力して実行し、出力を確認することを習得すれば、言語の他の要素を学ぶことは容易だと訓示される。そして、ハローワールドという単語を印字せよとの例題が示される。この例題について、まずプログラムのソースコードが示され、次に、ユニックスにおける典型的なコンパイル、実行方法が例示される。 そして、この、プログラムの詳細が解説される。大抵のプログラミング言語の入門書では、このプログラムを作ることを、最初の例題としており、ほとんどの場合、新しくプログラミング言語を習得する際に最初に作るのがこのプログラムである。そのため、世界一有名なプログラムと呼ばれることもある。ブライアン・カーニハンによる、ハロー。 ワールドプログラムプログラミングできるコンピュータの開発以来小さなテストプログラムは存在してきたがテスト文言としてハローワールドを使う習慣はブライアン・カーニハンとデニス・リッチーによる著書プログラミング言語 C の C 言語バージョンから始まったと言われている同著書のプログラム例はハローワールドを標準出力に出力するこの例は ブライアン・カーニハンがまとめた、ベル研究所の内部資料、プログラミング in ・イン・シー、A チュートリアルを継承したものである。インクルード・ス t u ディオ・ H。メイン。プリント・フ。C 言語バージョンの以前には、カーニハンの前著、A チュートリアル・イントロダクション・ツー・ザ・ランゲージ・ B での例があったが、存在が知られている。最初のバージョンのプログラムは、 外部変数を説明するための例だった。プログラムはターミナルに開業を含むハローワールドを出力するものだった。B 言語では文字数の長さが ASCII 文字の4文字までという制限があったため、文言は複数の文字列に分割されていた。前説の例はターミナルに h イ、はい、を出力するものでハローワールドという文言はそれを表すために、 複数の文字列を必要とする少し長い挨拶文として紹介された。メイン。エクスチュン A、B、C。プチャ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 ー。A ヘル。BO、W、C アールド。ハロー、ワールドの起源は BCPL であるとも言われている。この主張は BCPL の発明者、ブライアン・カーニハンとマーティン・リチャーズのアーカイブノートに よるものである。モダンな言語において、ハローワールドは洗練された変化を遂げている。例えば、Go 言語は多言語対応プログラムを紹介し、サンジ j a v a は SVG で文言を表し、XL 言語は 3D グラフィックの地球で見せている。ハローワールドの出力には、p ー r l Python、Ruby のような言語では、一行だけを必要とするかもしれないが、一方で、 低レベルのアセンブリ言語では、数十行の命令を必要とする。マーク、ガスディアルとエリオット・ソロウェイは、グラフィックスやサウンドが、テキストより簡単に操作できるようになり、ハロー、ワールドのテスト文言が、過去のものとなる可能性があることを示唆している。PSP ホーンブルの実証実験のための、ハローワールドこの文言は、句読点や頭文字の異なる、 多数の種類が存在している。その種類は、コンマや簡単譜のうむ頭文字の H 及び W が大文字かどうかを含む。いくつかの大文字のみサポートするシステム上の言語では、ハローワールドのように異なる形式の実装を強制し、難解プログラミング言語でのハローワールドはわずかに修正された文字列を出力する。 ハロー、ワールド以外の文言でも良いので、同様の意味で、ハウディー、ワールドが用いられることもあり、日本語プログラミング言語では、ハローワールドを直訳した、こんにちは世界が用いられることもある。利用目的にも異なる種類がある。リスプ ML、ハスケルのような関数型プログラミング言語では、再起手法を強調する関数型プログラミングの実例として利用されることがある。 一方で、オリジナルの例は、副作用を伴った、純粋関数型言語に違反した、入出力の例として見られる。アセンブリ言語、C 言語、VHDL のような組み込みで使われる言語では、文言を出力することが追加のコンポーネントや、あた、機器との連携なしでは難しい、もしくは、その手法が存在しないことの例として用いられる。 マイクロコンピュータフープが CPLD などの機器では制御感覚と機器連携を実験する LED の発光が文言出力の代わりに利用される。デビアンとウブンツは APT パッケージシステムでハローワールドプログラムを提供している。利用者は APT Get Install Hello と入力すると依存ソフトウェアと一緒に同プログラムがインストールされる。 それ自身には意味はないが、そのプログラムが健全性テストを提供すると同時に、初心者にパッケージのインストール方法を伝えるシンプルな例となる。しかし、開発者にとっては、より重要な利便性があり、手作業だったりデブヘルパーを使ってのデブパッケージの作り方の良い例であり、GNU ハローを使ったバージョンは、GNU プログラムの書き方の例となる。 ありがとうございます。